メロナッパ。夜中にとの字が騒ぎ出して、いつ開いたか謎のお菓子食べる。君と私だけの秘密だよ。会ってない間に太っちゃうね。あの頃遅くに火をつけながら何でも食べれそうな気がしてる。二人でブになるのもいいよね。たくさん食べ歩こうね。でも見てよこのポテチをクズになっちゃいそうでしわくちゃの。ここの開け口のとこ開けられる気配が感じ取れなくてさ。別に切れないはずはないでしょ。横に行く感じならどうでしょう。君のどでかい肩ナイフでこうスイッと切れたよ。スルスッスルスルスルスッスルスル。今さらラップ外しました。僕は何を食べるとこでしょうか。乾いた夕食の残り物も口寂しい時には最高さ。どうしたのって言うほど大量のタバスコ狂ったように振りかける。からしはないのからしはないよ。君は変わった食べ方さ。でも見てよこのケチャップを空っぽに見えてまたあるよ。ここにこびりついてるやつを押し込んでもなかなか出なくてさ。別に切れば出てくるはずでしょ。横に行けば綺麗に出るでしょ。君のどでかい肩ナイフでこすい何もなくても諦めきれなくて腐りかけのやつに気づけば手を出している。別に汚いわけじゃないでしょ。逆に出し出てくるやつでしょ。君のどでかい肩いらずでこう胸にと別にきつい匂いなだけでしょ。キモい見た目しているだけでしょ。でもまあ予想通り食は足りってトイレにこもるんだ。ぐるぐっぐっきゅるきゅる、ぐるぐっぐっきゅるきゅる、ぐるぐっぐっきゅるきゅる。メロナッパ。ここでちょっと皆さんにお話があります。もう俺その話してもいいか。森くん、どうぞ。渋すぎる。皆さんこんにちは、メロナッパです。森です。佐久間です。ということでメロナッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。何かでかいことやろうというのを合言葉に、メロナッパの野望リストというのを皆さんと一緒に作ってるんですけども、毎回そうコメントをいただいてこういうあることを言ってるんですけども、今回のテーマは達成してみたいビッグな目標ということで、はいはい、アイディアを募集してましたけれども、こちらもたくさんのコメントを今回もいただきました。ありがとうございます。まずいきますよ。とりあえず紅白しよう。やばいっすね。確かに。いや、お前は嘘だろ。とりあえず怖っかな。いや、マジかよ。いろんな人に怒られる。NHK、E テレで冠番組を持つ。もう自分の趣味全開の番組やっていいよって言われたらどうになりますか。劇的ビフォーアフター的な。どういう感じ、どういう感じ。私、匠側で。あ、匠として出るのね。あれ言いたいでしょ。なんということでしょう。あ、そうですね。なんということでしょう。森くんが上着を脱いだ瞬間、豊かな大胸筋があらわに。いいよ。
劇場版ポケットモンスターにキャラとして出演&声優かっこ森くんはポケモンって書いてあります。こうちょっとある程度デフォルメして出演したりするじゃん、そういうの、うん、2人で出るとしたらこうめちゃめちゃマッチョな森くんの肩に俺はこうぬると乗ってる感じなんですよね。そんなところ兄弟CM に出る、 CM 出たいね。 CM に出るなんつったらこれは相当なことですよ。何の CM がいいですか。某住宅メーカーの阿部寛みたいな、はい、渋いとこ行くね。いやあれはあれで素敵よ、確かに素晴らしい。じゃあ俺周りでこうやって踊るからオールナイトニッポンのパーソナリティになる。ああ。ですかこれ。ラジオな。森さんラジオやったらどういう話するんですか。喋れないと。2対1とかならいいんだけど、うん、ああそう、人の乗っかるからさ。ああいやじゃあ誰か、それこそレディー・ガガと一緒にあの2人でレディー・ガガと森俊太のオールナイト日本、これでしょ。オリジナル曲を出してオリコン1位を取ってお祝いしたいです。ああいいね。オリコン1位取ったらすごいですよ。1位取ったら どうなるんだろうね。いやもうオリコンの人って言われるよ。オリコンの人、オリコンさんって呼ばれるよ。オリコンさん、オリコンさん、本当にオリコンさんだねーっていろんな人に言われるね。何言ってんのかな。メロガッパタワーを作る、これ作ったらすごいですよ。どうですかメロガッパタワー作ってみっかな、思い切って。はいはい、大丈夫かお前、部活にお前なんか高い壺とか買わされんぞお前、そんなんだったら。はい、ということでたくさんビッグな目標をいただいております。はい、でもこれ本当に実現したいと思ってますからね。それはね、頑張ればできるでしょう。うん、メロガッパタワーはきついかな。これができるような、ビッグな存在になっていきたいと思ってやってるわけです。はい、でここでちょっと皆さんにお話があります。もう俺その話してもいいか森くん。どうぞ。渋すぎる。野望リストを皆さんと一緒に考えてきましたけども、はい、この野望をいかにして実現していけるかということをずっと考えてましてね、はい、皆さんとワイワイしながらね、その野望について次回の動画で、発表したいと思います。はい、メロガッパにとってとっても大切なお知らせになりますし、はい、皆さんにとってもきっと喜んでもらえる素敵な発表になりますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。発表の動画が次回10月1日夜8時に公開したいと思いますので、ぜひお見逃しなく見てください。よろしくお願いします。よし、ということで皆さんの心をそわそわさせた状態で終わりたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。